17の頃絶対だったルート互い出した頃高校の制服着て通学路角曲がった金城クレピアがアジトシッチェラ自家製スヌープかけて気が触れた店の野人化したふかして女に託しただ夢に描いて道の世界北にチンコ膨らましてらだけもね親のすねかじって言うことに